篠原村に来たこんにちは、チームカシムーンの麦です。旅行の季節ですね。僕たちも日頃の疲れを癒しに家を飛び出しましたにゅ。篠原村は東京都の多摩地域西部に位置し、西多摩郡に属する村で、島を除いた本州内の東京都における唯一の村なんだ。東京都とは思えない、大自然が広がる観光スポットが揃ってるんだよ。まずは、篠原村といえばの有名観光スポットに行くよ。今は秋の装い、楽しみやねー。緩やかな傾斜の遊歩道で楽々、これならお年寄りも大丈夫かな。シュースケブチ。さて、着きましたよ。てなんでいきなり縦長やねん。ホッサワの滝、東京都で唯一、日本の滝100選に選出されたんよ。秋川の源流の沢の奥地にある高度差60メートル、全4段からなる滝なんだけど、遊歩道で訪れてみられるのは、落差約23メートルほどの最下段のみなんだよね。水の音で癒されるねー。ちらほら紅葉が美しく見える中、楽しく散策。ここは本当に東京都なのかと思うほど自然の宝庫だねー。僕たちの好きな苔もいい感じに茂ってるねー。なんじゃこりゃー。顔？イエス。ホッサワの滝の周辺には、昔の郵便局の建物を利用したおしゃれな土産物店や、村の陶芸作家の作品を展示するギャラリー喫茶などがあり、滝と合わせて篠原村の文化を楽しめるよ。窓からの景色までギャラリーやねん。まあ、コーヒー飲むよねー。自然豊かな篠原村はいくつもの登山コースやハイキングコースがあって、用途や目的によって選べるのがいいよね。僕たちは比較的勾配の少ない浅間尾根コースをちょっと散策。それにしても、さすが山の間にある村。面積の 93% が森林と言われるだけあって。森林よくやりたい放題だね。秋深しい。今は秋だけど、それぞれの四季で見どころ満載だろうね。四半期に一度行こうかしら？ちなみに、あきる野市から篠原村に及ぶ全長約 20km ほどを、秋川渓谷、と呼んでいて、渓谷に架かる吊り橋、石舟橋、から眺める紅葉が有名なんだよね。すぐ近くには温泉施設やレストランもあるから、便利だよ。まあ、僕たちはお宿に泊まりますけれどね。むふふふふ。お宿で食べるご飯は最高。さて、次に向かうは注目のパワースポットだよ。最寄りのバス停から徒歩40分。いや、40分といっても、舗装された道だし、周りの景色を楽しみながら行くからハイキングみたいなものだよ。特に僕たちは、落ち葉の舞。滝の値段数。木登り次郎。なんて遊んでいけるからすぐだよねー。もちろん車で行けばもっと早く行けるけどね。ここはキャンプ場や釣り場もたくさんあるんだよね。大勢や家族でも楽しめていいよね。さて、余談はこれくらいにして、そろそろ。おぉ。かの問いは、昭和35年に東京都の天然記念物に指定された、かの問いは、地殻変動や水の浸食で割れた、高さ100メートルの巨岩。下から見ると石の扉が開きかけているように感じられ、神域への出入り口と見立てられていたんだって。神聖な場所であるとされるため、パワースポットとして人気なんだ。
荘厳ですねー。はしごを登って、かのと岩の中へ入れるけど、道の岸壁に鎖が取り付けられている鎖場を渡ったり、足場がかなりハードだから。僕たちは無理しないで浅瀬で一休み。むむ。なるほど、真っ暗なトンネルを抜けると、かのと岩の反対側に着くんだね。それにしても、どこも景観が素晴らしくて、心が洗われるよねー。紅葉の時期に来てよかったー。さて、次の目的地まで一目散。次は僕たちが、とっても楽しみにしてるところなんよ。着きました。日野原森のおもちゃ美術館。豊かな自然に囲まれた場所にある大人気の体験型美術館だよ。木造2階建ての空間には、木のおもちゃや遊び場がたくさん。木のぬくもりに触れることができて子供も大人も楽しいよね。もちろん僕たちも木が大好き。あ、どうもどうもありがとねー。木のピザがまあ。木の原さん木材で表現されたキノコや果物、野菜たち、手に取って収穫ごっこができるよ。え？まあ滑るよねー。いてて。本当にいろんなおもちゃがあって。しかも実際に体験できるから、目移りするよねー。ご飯食べますか？3歳未満の赤ちゃん専用の、木育広場もあるよ。おお。ただの木のおもちゃじゃなくって知的好奇心めっちゃくすぐるやん。さらに木のぬくもりも相まって、もはやアートですねー。ついつい時が経つのも忘れて遊んでしまいました。今回は檜原村の自然と魅力を満喫したよ。東京都にある憩いのオアシス、少しでも伝わるといいな。今度はまた季節を変えていきたいね。きっと新しい魅力に出会えるよ。じゃあ、またねー。